得相談のコーナーです。はい、このコーナーでは症状に合う漢方薬と処方などについて詳しくお伝えします。今日も一心堂薬局の小木秀之さんをお迎えしています。よろしくお願いします。お願いします。いたします。さあ小木さん、はい、今日のテーマが夏に向けて増える皮膚疾患ということなんですけれども、はい、まあ、これから夏に向けてどんどんと暑くなってくると思うんですけれども、はい、お店にですね、その寄せられる相談、どういうことが多いですかね。はい、まずこちらをですねご覧いただきたいんですけども、はい、夏に向けて増えてくる皮膚疾患の、まあ、相談といいますとですね、やはり皮膚関係ではニキビ、吹き出物、あとシミ、そばかす、アトピー性皮膚炎、あと脂漏性湿疹、あと、肌荒れ、あと水虫というような相談が、まあ、増えてくるわけなんですね。やっぱ汗もねかいたりしますからね、いろいろね、はい、トラブルはね、あるかと思うんですが、はい、まあ、なぜですねこの時期にニキビやシミ、こういうものが増えてくるんでしょうかね。はい、まずですね、ニキビからじゃあお話しさせていただきたいと思うんですが、はい、まあ、この時期どん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 気温が上がってきますよね。で、気温が上がってきますとですね、体の中のホルモンの分泌がですね盛んになってくるんですね。で、盛んになってきますと、うん、皮脂の分泌も多くなってくるんです。で、そうなってきますとですね、この皮脂の過剰分泌が原因でですね、この皮脂が毛穴にこう詰まってですね、それで、まあ、皮膚の常在菌であるアキネ菌がですね、うん、まあ、繁殖して炎症を起こしてニキビになるというのが、まあ、ニキビのでき方なんですね。はい、なんかすごいこういう理由があったんですね。皮膚の分泌が多くなるという、はいはいはい、そして続きまして、うん、シミの原因も伺っていきたいと思います。はいはい、シミのですね、まあ増える、まあ、理由としましてはですね、まあ、同じようにこう気温が上がってくると同時にですね、日差しが強くなってくるじゃないですか。で、こう日差しが強くなってきますと紫外線量も多くなってくるんですね。で、この紫外線によってですね、皮膚の細胞が傷つけられるんです。で、この傷のついたところにメラニン色素が沈着することで、まあ、シミができるというような形なんですね。はい、これを気にされている方多いでしょうからね、はい、対策を行っていきましょうね。はい、では今日も2つの症例をご紹介していただきましょう。はい、まずこちらの方はですね、2年ぐらい前からニキビでお悩みの方の例なんですね。はい、で、こちらの方の、まあ、自覚症状をお話ししますと、まず皮、あと口の周り、で背中、まあ、こういうふうな部分にですねニキビができると。で、特徴としましては、赤く腫れて海を持つような勢いのあるニキビなんだということなんですね。で、あと生理痛が強くて、あと肩こりが、あって、で便秘気味ですと。で、病院の方からはですね、まあ、ニキビのこう外用剤、塗り薬と、あと便秘薬を市販のものを使ってますという方の例なんですね。はい、それではこちらの方におすすめの漢方薬を見ていきましょう。はい、で、こちらの方に服用していただいたお薬がですね、今ご覧いただいてます清浄防風湯というお薬なんです。はい、こちらはどういったお薬なんでしょうか。はい、先ほど、まあ、問診カードにもありましたようにですね、赤くこう海を持つような勢いのあるですねニキビの方によく使われる処方の一つなんですね。はい、では改善例も同時に見ていきましょう。はい、服用しまして、まず1ヶ月経った時点でおっしゃられたことが、まずお通じの調子が良くなってきて、肩こりもこう楽になってきましたと。で、3ヶ月経った時点ではですね、赤く腫れるニキビがですね減ってきましたということなんですね。これだけでもね、だいぶね楽そうですね。そうなんです。で、あとその4ヶ月経った時点で、おっしゃられたことが、ニキビができなくなってきましたと。で、特にですね、肩、背中、口の周りの部分はもう調子がいいんだということなんですね。で、5ヶ月経過した時点でおっしゃられたことが、顎の部分にもできなくなってきましたと。で、あと、まあ、サブ的な部分としまして、今回生理痛もかなりこう楽だったというんですね。で、9ヶ月立った時点ではですね、まあ、寝不足した時にこうニキビがまあできたんですが、その後すぐにまあ治りましたと。で、今ではこう以前のように赤く腫れて海を持つニキビはほとんどできませんと。で、また便秘することもありませんということで、喜ばれている方の例なんですね。やっぱね、顔がね綺麗になるとやっぱ嬉しいものです、ね。はい、明るくなりますよね。はい、ね、女性の場合は特にね、そうですね、はい、気になりますよね。はい、さあ、それでは症例2の方に行きましょう。はい、こちらの方はですね、まずニキビということなんですけども、
自覚症状をお話しますと、まずおでことですね、ほっぺたの部分にできるニキビでお悩みの方なんですね。で、抗生物質を飲むとすぐにこう治るんですが、飲まないとまたできるの、まあ、繰り返しなんですと。で、ニキビの跡がなかなかその治りづらいと。で、肌荒れがひどくてですね、まあ、生理前や便秘した時にニキビがひどくなると。で、この方左肩のですね、肩こりがひどいということと、あとまあ子宮筋腫で、まあ、以前通院しててということと、あとニキビではですね、病院の方から抗生物質とビタミン剤を、まあ、ニキビ用としていただいてますという方の例なんですね。はい、それではこちらの方にはどのような漢方がいいんでしょうか。はい、こちらの方にはですね、経外連行湯という、まあ、お薬を服用していただいたんです。うん、ちょっと難しそうな名前ですけども、はい、どういったお薬なんでしょうか。はい、でこちらの薬はですね、まあ、文字通り経外連行という、まあ、発散、まあ、発表剤というものが含まれてまして、ちょっとごめんなさい、文字通りちょっと分からなかったんですけど、はい、名前の通り経外連行というですね、生薬が入ってるんですね。で、これはあの発表剤と言われるもので、まあ、よくですね、大人のニキビにまあ使われる処方なんですね。はい、まあ、30代から上の方のまあ吹き出物ですよね、要するに。はい、まあ、最近では大人のニキビなんて言いますけど、まあ、そういうものによく使われる処方の一つなんです。それではこちら改善例見ていきましょう。はい、まだあの服用しましてですね、まあ、2ヶ月経った時点でおっしゃられたこと、これはですね、おでこの部分に新しいニキビができなくなったんですね。で、4ヶ月経過した時点ではですね、ほっぺたのその部分にですね、ニキビができなくなったと。で、ニキビの跡が薄くなってですね、綺麗になってきたということもこの時点でおっしゃられてるんですね。で、6ヶ月経った時点ではですね、肌荒れが気になくなったと。で、また便秘で悩むことがなくなりましたと。で、10ヶ月経過した時点ではですね、全体的にまあ良くなって、肩こりやお腹の調子もいいんですよということで、まあ、喜ばれている方の例なんですね。はい、もうね、これからの季節非常に大敵ですからね、ぜひ参考になさってみてください。さあ、それでは一心堂薬局からのここでお知らせです。一心堂薬局ではさまざまな症状や漢方薬について電話相談を受け付けています。いずれも予約制です。ご覧のフリーダイヤルまでお問い合わせください。自律神経失調症、心身の不安、アトピー性皮膚炎、免疫力低下によって起こる症状から慢性病の食事相談まで受け付けています。一心堂薬局は皆様の健康をサポートする漢方専門の相談薬局として、一人一人時間をかけてお話を伺い、その方の症状、体質に合わせた漢方を処方いたします。他にも一心堂オリジナル商品として各種健康茶や、このコーナーでもご紹介しました受賞選や賢樹、漢方に関する書籍、そして今話題の商品も取り揃えています。一心堂薬局は全部で6店舗あります。浦和店は浦和駅西口、埼玉会館そば県庁前東交差点です。大宮店は氷川神社入り口交差点前、新宿店は新宿高島屋正面入り口前です。立川店は立川駅北口、立川通り高松郵便局手前、川口店は本町大通り筋向かいマンモス交番横です。所沢店は所沢駅西口、埼玉りそな銀行所沢店向かいとなっています。今回も一心堂薬局からプレゼントがあります。健康維持健康増進におすすめの一心茶、こちらを3名の方にプレゼントします。コーナーの感想をお書き添えの上、ご覧の宛先までご応募ください。小木さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。コマーシャルの後は皆さんからのメッセージを紹介します。